栗林、まさか。広島が2点リードの9回に逆転を許した。守護神栗林が痛恨の失点を重ねた。栗林は2対0で迎えた9回から登板。先頭の代打中山、丸に連続四球を与え、坂本にはレフト前ヒットでノーアウト満塁に。ここでベンチから新井監督が出てきて、直接マウンドへと赴いた。栗林の背中に手を置き、ナインに語りかけるように言葉をかけたが、栗林は自打者吉川に押し出し四球を献上。1対2とされた。さらに、岡本和真に追い込みながらもレフト前へと運ばれて同点タイムリーヒットとされた。モンテスにも押し出し四球を与えて、逆転を許した。結局、栗林は打者6人1つもアウトを取れず、KO。悪夢の光景に、本拠地は騒然となった。天皇山初戦を落とし、試合前の時点で2ゲーム差。負けられない試合で、厳しい展開となった。栗林怪しかったから、すぐに変えないと。負けるのは仕方ないけど情けなさすぎる。この負けは今季カープの終戦では。もう急降下ですね。こんな試合見たことないわ。この負け方は引きずりますね。あの8回の矢野の走塁死で流れが巨人に行ったな。守護神が破壊神になってしまった。去年の悪い律輪が出たね。今年は散々松田でやられたし、とことんやり返したれ。さっさと育成に切り替えてくれ、情けなさすぎて見てられんわ。この時期にしてカープ絶不調。やっぱり9月が勝負だな。いやひどすぎる。こんなんが抑え交代も遅い。すべてがおかしい。ふざけてる。まあ、こんなもんでしょ。これだけ打ててないのに、この位置にいるのがおかしいだけなので。最近くだらんゲームばかりしやがって、優勝どころかクライマックスに出ようという気もないのか？何か優勝したら不都合でもあるんですみたいな9月の失速ですね。まだシーズン終わってない。立ち上がれカープ、立ち上がれ栗林、他球団ファン。なんかもうすっきりしたな、優勝とか語っていいようなチームじゃないよ。終わったな、俺たちの夏。